ではアメリカ合衆国ニューヨーク州ニニュューヨーーーヨヨクク市市びその都市圏の都圏歴史を記載するニューヨーク地域、東方から約7万5000年前、最終表記の時、現在のニューヨーク市は、ケベック州より伸びる厚さ約300メートルの大陸氷床の橋であった。巨大な氷床は、その移動で氷層を削り取り、約5億年前に形成された。 変魔岩や大理石などの元岩を剥き出しにさせることとなる。約1万5千年前、氷床が交代し始めた。この時形成されたモレーンは、ロングアイランドとスタテンアイランドの丘として残っている。当時、この二つの島は、現在のように分離しておらず、ザナローと呼ばれる海峡は存在しなかった。海峡は、約6千年前に上岸の水が決壊して、 河に流れ込んで現在の形となった。考古学的発掘調査によると人類が居住し始めたのは約9000年前で狩猟の道具や骨などの塚が発見されている。かつてこの地域は非常に生態豊かだったが急激な気温の上昇により当時の人々が食料としていた大型の獲物たちが次々と姿を消していった。二度目の大きな居住は 約3000年前に始まり、弓などのより進化した狩猟道具が発見されていて、80の野営の跡が市内で見つかっている。同地域はこの時代よりコンスタントに人の居住が続いていると推察されている。1910年のレナペ族この地に潜住するインディアン部族のレナペ族は、長らくこの地を領土としていた。 独自の文化を持ち、アルゴンキン語族系の言葉を話した。レナペはこの地域をシャイシュビー、または海との境界の場所、レナペホーキングと呼んだ。彼らは、地域で採れる限定された獲物約150種の狩猟をしていて、比較的獲物の数は少なかったと考察されるが、洗練された狩猟と資源の利用技術を有していた。 焼き畑農業により肥沃な土壌を生み出し、トウモロコシ、カボチャ、豆などを栽培した。また二つの川からはカキや、ストライプドバスなど、多量の魚介類を手に入れる術も身につけていた。レナペ族は、小さな団体で、季節ごとに、ウィグワムを使用した移動型生活をし、一定した集落に定住する民族ではなかった。また彼らは文字を持たなかったが、 現在のニューヨークの地名は彼らの言語に由来するものが多い。マンハッタンはレナペの言葉で丘の多い島、または我々が皆酔っ払いにされた島という意味である。優れた道路の開拓も行っておりブロードウェイなどその多くは現在でも幹線道路として残っている。レナペ族は 族内のみならず他の部族と物々交換による貿易もしていて、物々交換の主な対象となったのは貝殻などを手作りで宝飾品にした貝殻玉だった。貝殻玉を作るのに必要な材料はピクオート族が独占していた。これらはロングアイランド1で取れた。現在のニューヨーク市地域で生産された貝殻玉が、 五大湖周辺でも発見されているため、同族同士のみならず他のインディアン、色恋族などとの貿易の豊かさを示している。このことから、ヨーロッパ人の入植以前から、ニューヨーク地域は商業の中心であった可能性が濃い。ヨーロッパ人が入植し始めた時代のインディアン人口は、同地域だけで約1万5000人に上ったと推測されている。 ベラッツァーノ1524年4月17日、時のフランス王フランソワ一世の依頼で、北米探索を行った、イタリア人、ジョバンニダ・ベラッツァーノが、現在のニューヨーク港に来港。ベラッツァーノはこの土地を、フランス国王の名誉にのっとり、ヌーベル・アングレームと名付けた。ベラッツァーノは本来、現在のニューヨーク市港への寄港を目指したが、現在彼の名が付けられている。 ベラザノ・ナローズ・ブリッジのあたりまでしか行けず、大西洋に引き返している。その場所で怒りを下ろし、カヌーに乗った、レナ・ペ族インディアンと出会っている。その後、イギリス人の探検家でオランダ東インド会社に雇われていたヘンリー・ハドソンが初めて地図に同地域を記載している。1609年9月11日、ハドソンはマインハッタン島を発見。 そのまま川の上流に向かい現在のアルバニー市までたどり着いた。現在、その川は彼の名を取ってハドソン川となった。ハドソンの本来の目的は北米大陸の北を回る北西航路の開拓でありそれは達成されなかったが、彼の報告は会社に莫大な利益をもたらすこととなった。 1635年オランダが描いた地図。北方から1664年のニューアムステルダムヨーロッパ人による移住は1613年にローアーマンハッタンの世界貿易センターのあった場所で始まったオランダの毛皮貿易の発展によって拡大し、1625年にはマンハッタン島の南がニューアムステルダムと呼ばれることとなり、1626年に アムステルダム交易所が建設される。当時ヨーロッパではビーバーの毛皮が流行しており、オランダ東インド会社はハドソンが開拓した地域に新たなソースがあることを確信していた。また同じく1613年にはオランダ人工会社のアドリアン・ブロックは、クルーと共に冬をマンハッタンで過ごし、春先に完成させた船でイーストリバーを北上。 ヘルゲートを発見し、ロングアイランドが大陸ではなく島であることを白人で初めて知った。ブロックは海岸一帯をニューネーデルラントと名付け、会社は独占的貿易の権利を得た。これは現在へと続くニューヨーク市の巨大商業の誕生であった。最も初期の移民は同地域を発見したとされているクリスチャン・ヘンドリクセンとジャン・ロドリゲスであった。 ロドリゲスは初の黒人住民でもある。1616 16年、オランダ人たちは貿易の拠点として、キングストンにも入植を始める。1623年から24年頃、オランダはこの地域をフォートアムステルダムに創立した、オランダ東インド会社による商業目的として見ており、ボーリンググリーンにあるアレクサンダー・ハミルトン、US カスタムハウスを要塞化。 これは上流から攻めてくる可能性のある他のヨーロッパ諸国から会社をも守るためであった。一年も経たないうちにニューアムステルダムの規模は拡大し会社を守るための守備兵や彼らの食料を作るためにヨーロッパから連れてこられたワロン人の農民たちにより人口が増加した。オランダ人はヨーロッパ製のビーバーの毛皮加工用の金属製品を同地にもたらすことによって インディアン同士の主要な貿易商品である貝殻玉の貿易仲介を行い生産効率を上げたが一方その貿易的価値を下げてしまったまたレナペ族はビーバーを守るため食料用の漁業を諦めたオランダ人は優れた道具で自分たちでも貝殻玉を生産し始めヨーロッパ人とインディアン双方の貿易の主権を握ろうとしていた それらの現象が加速した結果、わずか20年足らずでビーバーは、現在のニューヨーク市国から姿を消し、17世紀は、薬病、飢饉、他の地域の移住などでレナペの人口も、劇的に減っていった。ビーバーの毛皮貿易は、現在のニューヨーク州北方に、本拠地を移し北米西海岸の重要な、貿易ハブとなった。 この頃、ニューネーデルラントは貿易のみが盛んな地域で、オランダ文化を持ち込む場所ではなかったため、植民知識観は民族間同士の衝突に全く注意を払っていなかった。17世紀の貿易による経済効果は、オランダ人のみならず、スペイン人、ユダヤ人、黒人奴隷を同地域に集めることとなった。オランダ語から来ているニューヨーク市の地名はいまだに多く、 オランダ語で、ウサギの島という意味の、コニーアイランド、ブルックリン、ハーレム、ブロンクス、フラッシング、スタテンアイランドなどがある。オランダ人入植者とワッピンガー族1627年、オランダの植民地指揮官であったピーター・ミニュイトは、不動産投資を目的として、インディアンからマンハッタン島とスタテンアイランドを買い取り、一説によれば24ドル相当の、 ガラスのビーズで島は売られたとされている。実際は60ギルダー分の物品との交換だった。インディアンに土地取引の文化はなく、これが公平正当な取引でなかったことは、その後のインディアンと入植者の度重なる戦争で証明されている。信仰の自由を約束するミニュイットの植民政策は、ユグノーたちの安息地にもなった。マンハッタン島は、 当時からその天然の良好により、大都市に変貌すると考えられていた。さらに、同地域南方には、コレクトポンドなどの大量の淡水の耐水槽があり、地理的に異例であるが、湿地帯と高層ビル建設に非常に有利な、硬い編成岩マンハッタンシストが剥き出しになっている、岩層が隣り合わせになっている。ピーター・ストイフェさんと1638年に、 ウィレム・キーフが植民地指揮官に就任したが、その5年後、彼は入植地拡大をめぐってワッピンガー族インディアンにキーフ戦争を挑むこととなる。1643年2月、パボニアの虐殺では、ハドソン川の対岸、現在のニュージャージー州で女子供を含む120人のワッピンガー族が虐殺された。秋には、この報復として、 1500人のインディアン連合軍がニューネーデルラントを攻撃し、虐殺指導者の軍人アン・ハッチンソンを殺した。その冬には、オランダ人の報復によって500人のワッピンガー族が殺された。一時期インディアンは優勢だったが、オランダ人入植者は共和国に泣きつき、キーフへ援助部隊を受け、またもホーク族と手を組んで圧倒的な兵力でワッピンガー族を虐殺した。 こうして1600年当時、3000人は見積もられた。ワッピンガーズ奥の人口は、この2年間の戦いで半数の1500人に減らされてしまった。制圧した。1645年8月29日、和平協定が結ばれ戦争は終結した。1647年5月27日、ピーター・ストイフェさんとは到着と同時に指揮官に、 就任しオランダ改革派として、信仰の自由を排除し、また酒場の閉鎖を行った。その結果、1652年、植民地であったニューアムステルダムは独自の政府を持ち、1653年2月2日、正式に地方自治体として本国より認可を受けた。1655年、再びワッピンガー族は、桃の木の戦争で、白人と交戦する。 この戦争は、マンハッタンで、オランダ人農業者の果樹園から桃を盗もうとした、若いインディアン女性が撃ち殺されたことから始まった。彼女の家族は、地の償いのためにワッピングー族に助けを求め、オランダ人入植者の家から家へと、下手人を探して回った。これに対し、ストイフェさんとは彼らを、攻撃、再び不満の鬱積していたインディアンたちと白人との、 戦争となり、ワッピンガー族が虐殺された。この戦争は、実は、オランダ人側が、スウェーデン入植者の追い出しを図ったものとされている。ワッピンガー族らは、スウェーデン人入植者とは、友好的だった。1660年のロワー,ーマンハッタン1674年のニューオレンジ1664年、イギリスは、現在のブルックリング・レーブセンド港に来港。 イーストリバーを興奮し市内に入る船舶を捕獲した。当時のオランダ植民地指揮官、ピーター・ストイフェさんとは捕獲された船に乗船していた、市民を認識していなかった。幸福文書によると、1664年9月8日から、オランダ東インド会社はストライキに突入しており、英ーは本国に帰るためイーストリバーを北上していた。 1975年に発見された1665年付の死の封印書によると、これらは実は1625年に起きた事柄であったとしている。くしくも300周年記念を祝った現代のニューヨーク市はその11年後に350周年記念を行うことになった。イギリスが入植し始め1664年に国王ジェームズ2世は ニューヨークと名付け、1665年6月12日には、トーマス・ウィレットを初代ニューヨーク市長に選出した。1667年、第二次英乱戦争が終わると、勝利したオランダは、ニューアムステルダムの自治権をイギリスに明け渡す代わりに、当時北米よりも、さらに価値のあった東インド諸島のランジマを獲得した。1673年、 オランダは一時的に領土を取り戻し、当時ニューネーデルラントと呼ばれた、現在のニューヨーク州を第三次エーラン戦争終結後1674年11月に、イギリスに本格的に割上するまで、ニューオレンジと名付けた。この時、オランダはイギリスと協定を結び、現在のスリナム共和国とニューヨークを植民地交換している。 オランダ領であったニューアムステルダムとニューネーデルランドは、新たに、イギリスの統治下に置かれ、なおプロビンス・オブ・ニューヨークとした。同氏は北方を、さらに開拓し、依然重要な植民地であったとともに、その地域の発展は、完全なる独立への兆しをも持ち合わせた。陸軍指揮官のジャコブ・ライスラー率いる、ライスラー反乱軍が力を持ち始め、 1689年から1691年にかけてニューヨーク南方の主導権を握った。反乱軍は様々な階級の人々で構成され、中にはこれがアメリカ独立への第一歩と捉える者も,もいた。1680年代、ジェームズ2世はニューヨーク市を首都とした現在のニューヨーク州、ニュージャージー州、ニューイングランドを 大英帝国植民地都市、本国イギリスの名誉革命の最中に反乱軍は組織され、ジェームズ2世による植民地政策に憤慨した。一面的な植民地政策は開拓者にとって不遇の措置であった。その後、ウィリアム賛成によって送られた英国軍によって王国の権力は回復するも、入植者たちは自分たちの政策に合致しない指導者を、 拒否するようになり、イギリスに対する反乱分子が、本格的に目を出すこととなった。ジャコブライスラーの銅像この頃、同志は信仰の自由を掲げていたため、セファルディムはブラジルから追放され、ニューヨークへ迎えられた。その他、ニューヨークウィークリージャーナル誌の出版社だった、ジョン・ピーター・ゼンダーは1735年、果敢にも言論の自由に挑み、 植民地人でありながら、本国イギリスから送られた総督を批判した。1741年、ニューヨークの陰謀事件では貧困層の白人や奴隷などが死の転覆と破壊を目的に放火などを繰り返した。この時、証拠不十分にもかかわらず奴隷たちが大勢逮捕された。1754年、現在のコロンビア大学がキングスカレッジとして、 ジョージ2世の承認により創立される。1756年3月17日、セイパトリックの祝日のパレードが初めて開催される。この時以来、パレードはアイルランド人のみならず、ニューヨーク市全体を包む祝日となり今日世界的にも有名である。1754年から63年にかけてのフレンチ・インディアン戦争の最中、市は、 イギリスの統治下に置かれ、ヨーロッパ人を中心とする、この構想は、植民地を一致団結させた。植民地側は、イギリス軍に依存しながらも、脅威となる、他国軍から領土を守った。戦争が終結して2年後の1765年、イギリス議会は、植民地防衛のコストを捻出するため、飲酒法を可決。 九人の植民地側の施設は、マインハッタンのフェデラルホールで、因子法会議を開く。そして反乱軍自由の息子たちが同市で結成され、その後間もなく、ボストンでも結成された。彼らは、ニューヨーク市に自由の塔を建て、イギリスの権力に対して決起。因子法が破棄され、反乱軍が、市の実権を握るまでの1766年から75年まで続いた。 党はしばしば反乱軍のサイン党として使用され、頂上に赤い帽子が被せられている時は、植民地自治政府に対して抗議するためのミーティングを開くサインだった。同市は60人に委員会の結成により、抵抗軍の中心地となり、後にニューヨーク植民地議会となった。英国軍への反撃のためでラウェア川を渡る。将軍はシントンと大陸軍。 因子法をはじめとしたイギリスによる政策は市民の反乱心を煽り、特に1766年から1776年にかけて自由の党に駐留したニューヨーク植民地の英国軍に対して長い間小競り合いを起こしてきた自由の息子たちによる反乱が顕著だった。将軍・ジョージ・ワシントンはボストン包囲戦でボストンからイギリス軍を追い出した後、 ニューヨーク港は貿易用とイギリスの軍事用に分割されてしまう可能性を悟り、1776年夏、個人的指令により、大陸軍に死の要塞化を命令した。イギリス軍のニューヨーク方面作戦に含まれる5つの戦いは死及びその均衡で起こり、 1776年8月27日のロングアイランドの戦いは、同戦争の最大規模の戦いとなり、9月21日のニューヨーク大火災では、死の4分の1が焼き尽くされた。火災から数日後、イギリス軍は、切符港へ帰港、ハーレムハイツの戦いが起こった。明らかに不自然な大火災を疑ったイギリスは、ネイサン・ヘールなど、複数の人間を尋問。 1776年9月21日ニューヨーク大火災イギリス軍のマンハッタン征服は1776年11月16日のワシントントリデの戦いでワシントントントリデを陥落させたことで完了し1783年まで大きな反乱もなく同地を征服し続けたイギリス軍将軍ジェームズ・ロバートソンは今は去った 反乱軍が使用していた家々をイギリス軍兵士に与えた。反乱運動を沈静化したイギリスは北米に残る反乱分子を一掃するための司令部をマンハッタンに置く。英国軍はアメリカ人捕虜をイーストリバーの対岸ブルックリンのウォールアバウト港に収容、ずさんな環境により捕虜になって命を落としたアメリカ人は戦争による死者を上回った。 1783年11月25日まで、イギリスによる統治は続いた。エヴァキュエーションデーと呼ばれるこの日に、アメリカ初代大統領となるジョージ・ワシントンは、意気応用と同志に帰還し、連合規約により、ニューヨーク市で開かれた大陸会議で、ニューヨーク市はアメリカで、最初の首都となった。1787年、合衆国最高裁判所は審議の末、 北部条例を可決。合衆国始まって、以来の領土拡大となった。ジョージ3世の銅像は、アメリカ独立宣言の際と化されたが、ニューヨークには以前として、イギリス支持派が、他の地域よりも多く存在した。初期の独立戦争のイギリスによる成功と、その征服により、アメリカ愛国者は次々と、死から出て行き、独立戦争の余波が消えるまで死は、 英国擁語派が一貫して多かった。1789年ワシントンの大統領就任式1788年9月13日、ニューヨーク市は憲法制定会議により、新興国家アメリカ合衆国の首都となり、同国で2番目に大きな都市となる。ニューヨーク市は1790年まで首都であり、その後フィラデルフィアへと移った。 1789年4月30日、ウォールストリートのフェデラルホールで、ジョージ・ワッシントンが、初代合衆国大統領に就任。しかし、州知事、ジョージ・クリントンが、連邦政府に対し非常に弱腰であり、州政府の権限を連邦政府が承認しないことから、1787年に、制定された、合衆国憲法に懐議的な人々が現れる。 ニューヨークのビジネスマンの中には、ニューヨーク市連邦脱退を唱える者も,も現れたが、アレクサンダー・ハミルトンとその同士は合衆国憲法の注釈書である、ザ・フェデラリストを新聞に載せ、議論のご地方自治の権力が認められることとなった。1792年、市の株式仲介人たちが集まり鈴鹿け協定を結ぶ。ウォールストリートのこのカルパスの木の下で結ばれた。 この協定は、ニューヨーク証券取引所の始まりとなった。一方、マンハッタン北方では、大熱が流行し人々は逃げるように安全な、グリニッジビレッジへと集まってきた。アレクサンダー・ハミルトンアレクサンダー・ハミルトンの最大のライバルであった、アーロンバーが、たまに協会の会長になり、政治的活動を多々行う。これらの活動によりバーは1800年、 アメリカ合衆国大統領選挙に立候補した。1807年、発明家、ロバート・フルトンは、蒸気船を、ニューヨーク市とアルバニー市の間に開通させる。1800年から1840年にかけての、アメリカ生まれの人々による発展は目覚ましく、おおむね安定していた。財務長官として、同氏の財政を握ったアレクサンダー・ハミルトンの、 制作により、ニューヨーク市は合衆国経済の中心として発展を続け、1825年には同市を、当時の合衆国の中心的港にしたエリー運河と鉄道が開通した。独立戦争後に、ニューイングランドから大量のヤンキーが同市に集まり、市の総人口は戦前をそれをしばた叩く間に凌駕した。彼らの多くは、 中産階級と発展途上の上流階級であり、約95%がアメリカ生まれの人々だった。初期の経済は主に職人たちによりまかなわれていたが、その後他の追随を許さない、合衆国最大の金融と商業の街へと爆発的な発展を遂げる。ニューヨークはアメリカの中で比較的孤立した特性を当時から持っており、 フランス領事は1810年に次のような報告をしている。この引用の犠牲資本はニューヨーカーたちの信用販売について述べているものと思われる。1811年委員会計画の総案1811年にはマインハッタンの将来の都市計画と土地販売についての案をまとめた1811年委員会計画がニューヨーク州議会を通過した。 ガバナー・モリスら3人からなる委員会がまとめた計画は、マンハッタンのグリニッジ・ビレッジ・以北の未開発地に土地の起伏に関わらず、グリッド状の外区を設けるという壮大かつ無双的な計画であり、1番街から12番街までの南北方向のアベニューと155丁目までのストリートが直行する規則正しい道路網とその福音が定められた。ただし、この計画では、 セントラルパークは予定されていなかった。しかしその後、19世紀半ばにマインハッタンにも大きな公園が必要であるという定義がされ始め、このため、ニューヨーク市は1853年に公園予定地を選定、建築からによる競技設計を実施し、フレデリック・ロー・オールムステッドラが選出された。こうして、 1857年からの工事で一体が造成され、1859年に開園している。また、マンハッタンの農園や収録を結んでいた街道のうち、レナペ族が作った道に起源を持ちオランダ人や、イギリス人たちも開墾に使ってきた、ブルーミングデールロードは、グリッド状の外区の中に残されて拡幅され、ブロードウェイとなった。1821年9月3日。 ノーフォークロングアイランドハリケーンは1時間に13インチの降雨を記録し、キャナルストリートより南方は大規模な洪水に見舞われたが、幸い死者は最小限だったと報告されている。この台風はカテゴリー3の規模でブルックリンの南方ジャマイカ湾により上陸。ニューヨーク市に直撃した唯一の台風として記録されている。エリーウンが1824年。 オレンジ島によるパレードが終了した際、アイルランド系聖公会とカトリック信者の間で暴動が勃発。1870年代にかけて起こるオレンジ島の暴動の前兆となった。1825年10月26日、エリー運河が開通。五大港及びシャンプレーン湖と大西洋を結ぶ、この運河による北方及び東部への交通の発達は、 ニューヨークに大きな経済的恵みをもたらした。1814年より定期的に運行されていた上記フェリー、フルトンフェリーは1834年にブルックリンがマンハッタンに次ぐ都市化を遂げたことによってより活性化する。1835年、フィラデルフィアはマンハッタンを抜き最も人口の多い都市となる。 この頃のマンハッタンは1834年頃より流行していたこれらが市の建設ラッシュを頭打ちにしていた。12月26日には戦争時以来のニューヨーク大火災に見舞われる。気温マイナス15度で突風の吹き荒れる中、消防士たちはなす術がなかった。キャナルストリートより南方の被害が大きく、商売人たちは商品を 大火星がある教会に持ち込んだが結局すべて焼けてしまった。1835年冬の大火災。ウィリアムズバーグから最終的にはビルを破壊し火の通り道を塞ぐことで被害を抑えた。この火災により店舗を失った多くの商業人たちは最初すべて保険で修復できると思っていたが予想以上の被害で。 様々な階級の人々が被害を受け、なおかつローアーマンハッタンにあった保険会社の本社も焼き尽くされてしまったため保険が降りるどころか保険会社そのものが倒産してしまった。この火災と工業発展による大規模な水の需要はクロトン総水路の設置を必要性を呼び1837年から42年にかけて建設された。送水路は ウェストチェスターにあるクロトンダムよりハイブリッジを経て79丁目、86丁目、6番街、7番街にある貯水路に大量の水を運ぶことに成功した。1842年10月14日、送水路は盛大な記念式典と共に運転を開始。合衆国大統領ジョン・タイラー、前大統領のジョン・キリンシー・アダムズとマーティン・バン・ビューレン。 ニューヨーク州知事、ウィリアム・スワードなどが、式典に参加した。市の発展は1837年強行 EN によって、再び妨げられるが、1850年以降、金融と商業の中心として、西洋を牽引する存在になる。1851年10月3日、ハドソン川鉄道が開通。同州で最初に開通したモホークハドソン鉄道を、 さらに南まで拡張させることとなった。1872年のスラム街イ5、ポインツ初期の共和党政治におけるニューヨークは、プロテスタントの中産階級に依存しており、アイルランドの財政悪化で1840年代に、新大陸に大量に移民してきたカトリックのアイルランド系移民は、読み書きもできず消防士や警備員などのボランティアに従事することとなった。 1845年から49年にかけて起こった本国アイルランドのジャガイモ基金はアイルランド移民を加速させ1850年に彼らの人口は自然体の4分の1にまで達したこの頃1848年革命によるドイツ移民も増えている映画 小説、ギャング・オブ・ニューヨークは1846年頃のアイルランド・ギャングの構想を描いている。先にアメリカに移住していたプロテスタント系市民は、カトリックのアイルランド移民がアメリカをカトリック化させる恐れを抱き、1843年には、プロテスタントにより、ニューヨークでアメリカ共和主義者党が結成され、1845年には、 全国政党ネイティブアメリカン党へと発展した。彼らは1850年代半ばに、反カトリック移民運動、ノーナッシングを活発化させた。規制されない、資本主義は、多くの中産、上流階級を生み、企業の労働力の需要はさらに多くの移民を生んで、人種のルツボと呼ばれるようになった。貴族中心のヨーロッパ社会を離れ信仰国家で、成功する。 アメリカンドリームという言葉もこの頃生まれた。しかし、すべての人がうまくいくわけはなく、多くの失敗者も生み出し、その貧しさは子供、孫の代まで続きファイブポインツは、想像を絶するまでの貧困街と化した。それとは逆に1850年代中盤からは、成功した者は、ローアーブロードウェイ、ワシントンスクエア、グラマシーパークに住居を構えた。 1848年のイーストリバー1840年から50年にかけてニューヨーク市は市民からの強い要求に応えニューヨーク市警と公立学校の設置を行った移民増加という社会変化は地震のようにニューヨークを揺るがせた今日のような官僚政治が行われていなかった当時は同じような考えや傾向を持った市民が 自発的にネットワークを作り、姿勢を行っていたが、こうした体制では、変化に対応することは、不可能だった。結果、各民族ごとに、政治集団や派閥が発生し、バラバラに動いて、利権を争うようになった。職人たちのコミュニティが、信頼のアイルランド人から、先住のプロテスタント系住民の居住地域を守った、ことにより、 アイルランド人は自分たちを守るギャングを結成した。警察、消防、清掃などといった姿勢を自分たちに有利になるよう仕向けるために民族間の抗争が起こり犯罪数は増加した。民主党の派閥組織、タマニーホールはアイルランド系移民に対してのサポートを行い、1854年にタマニーから初の市長フェルナンドウッドが選挙の末当選。 市の改革に踏み切り、手始めに誕生して、わずか3年のウィリアムズ・バーグを、ブルックリンクに取り込み、合衆国、第三の都市にする計画を立てた。1863年ニューヨーク徴兵暴動1862年、セントラルパークのアイススケート1855年、タマニー協会から初めて、ニューヨーク市長に当選した、フェルナンド・ウッド。 たまに理協会はこの時より時代を経営する重要な組織になる。南北戦争の最中ニューヨークは北軍の兵士、物資の重要な拠点であった。また行き盛んなニューヨークの政治家や新聞記者たちは戦争と当時の大統領エイブラハム・リンカーンに対し鋭い切り口で意見を述べた。ニューヨーク港はヨーロッパからやってくる新たな移民を 国軍の兵士にする拠点となった。彼らは船から降りるとすぐに登録名簿に名が連ねられた。ニューヨーク市は南部とも強い商業的つながりを持っており、増え続ける移民と徴兵制度への不満から北軍、アメリカ連合国軍どちらにもつかない人々もいた。1863年に起こったニューヨーク、徴兵暴動は、その不満が最高潮に達した。 アメリカ史上最悪の事件の一つである。1860年代、すでに人種の律母と化していたニューヨークは、様々な思想が入り乱れた街だった。一方、南部は、保守的アメリカ人が多く住む地域で、奴隷制度廃止を掲げた、リンカーンの大統領就任を拒否し、アメリカが衆国脱退の兆しが現れた。第二期の市長選に再当選したフェルナンドウッドは、 ニューヨーク民主党の一員で、南軍擁護派であったため、忠実な北軍支持者からは、コッパーヘッドと呼ばれた。1861年1月、ウッドは、市の協議会にニューヨークは、他のアメリカ地域とは違う自由な街を目指し南部との、綿の貿易も続けることを提案。ウッズ率いる民主党は大きく、南部との綿の貿易による歳入に依存していた。ニューヨーカーは、 民主党支持が多く、その多くは、たまに協会率いるマシーンによるものだった。ウィリアム・トゥーイード率いる同協会は、市内に数多くのオフィスを構え、違法的にだが、州の立法府や司法にまで権限を有していた。1860年から70年、トゥーイードは、市内の民主党候補者の大半を悪中に収め、一方ニューヨーク州北部では、 共和党優勢であった。リンカーン支持者たちはユニオンリーグを結成。大統領の政策を徹底的に支持した。アメリカ合衆国陸軍はニューヨーク公守備のため戦争勃発前から南軍の攻撃に備え要塞化を図ったが、結果的ニューヨークは南軍に攻められることはなかった。ラファイエットの砦りで、スカイラーの砦りでは結果的に 南軍兵士の捕虜収容所となった。また、マクドゥーガル病院や、デキャンプジェネラル病院は増え続ける、負傷兵を収容する病院として設立された。ウィッグ、ワグシステムと呼ばれる信号は、ニューヨークで発明され、アルバート・ジェイ・マイヤー少佐の下ニューヨーク港で、その試験が行われた。リッカー島は白人及びアフリカン・アメリカン連隊の、最大の軍事演習基地となり、 新人兵士は、陸軍編成のための出資をした、資産家、ジョン・ジャコブ・アスター3世の名が付けられた、キャンプ・アスターで行われた。キャンプ・アスターでトレーニングを受けた軍の中には同等を、所有していた一族の末裔で、ジョン・ラファイエット・リッカー大佐に率いられたアンダーソンズ、ズワーブスがいた。1801年建てられたブルックリン海軍交渉は、 北軍海軍のための物資の生産や造船を行う。南北戦争2年目には6000人の男性人員を雇うなど拡大を続けた。政府が運営する公共工場と数百あったナショナルアーム社などの民間会社は軍服をはじめとした様々な物資を供給し続けた。ジョージ・オプディク市長ノースカロライナ州のサムタ要塞が 南軍によって攻撃されるトリンカーンは、多くの批判も、ものともせず多くの志願兵を募り、ニューヨーカーたちは兵士になるもの、金銭的なサポートをするものが現れた。3ヶ月経った1861年には1億5000万ドルが集められ、同年5月には3万人の志願兵がニューヨークに結成され、ブロードウェイで盛大な行進を行った。 ニューヨークは戦争中100万人以上の兵士を送り出した。ファイアーズ・ワーブスを筆頭に、ヒラム・バーデン大佐率いる狙撃手連隊など卓越した隊が次々と結成されていった。1862年、ジョージ・オプディクはウッドを下して首長になり、彼はリンカーン支持者に後押しされ、州軍よりも合衆国軍への支援をより強めた。 また戦争によるウォールストリートの経済的混乱を未然に防いだほか移民を徴兵する制度の見直しも図った。合衆国議会とリンカーン大統領は近く多くの兵士の軍籍機関が満期になることを懸念して徴兵制度の可決に踏み切った。ニューヨークの徴兵日は7月中旬でリンカーンはミリシアと志願兵を死を統制するために送り込んだ。 アイルランド人を中心とした暴動が数千人にも及び他の都市でも小規模の暴動が起きた。ニューヨーク徴兵暴動は共和党とアフリカンアメリカンにその矛先が向けられ、この時の死の様子をジョン・イーウール少将は戒厳令が必要だったが、それを抑えることのできる兵力を私たちは有していなかったと述べている。大砲や銃剣を使い暴投を沈静化させようとしたが、 効果がなく、ボートは、ついにはビルをくまなく探し、それを破壊するという、行為にまで出た。1886年、自由の女神像の誕生戦後のニューヨーク市は、たまに教会による汚職で、堕落の一図をたどった一方、メトロポリタン美術館、メトロポリタン歌劇場、アメリカ自然史博物館、ブルックリン美術館など、現在名のある施設も創立された。 また、ジェームズ・ゴードン・ベネット、ジョーゼフ・ピューリッァー、ウィリアム・ランドルフ・ハーストなどをはじめとした記者が書く、新聞はニューヨークのみならず、アメリカ全土で読まれるようになった。ヨーロッパからの移民は1855年に建てられた、キャッスル・クリントンを通った後自由の女神に見守られ1892年に、始まったエリス島の入国審査を通る形となった。1867年、 ウィリアム・メイシー・トゥ・イードは、タマニー教会の唯一のリーダーとなり、1870年4月より、彼は、周りの権力者たちと共に、約2年8ヶ月にわたり、市政より、数千万ドルを着手。1871年から新聞で、彼の行動の暴露記事が記載され始め、1873年有罪判決を、受けた。彼の退任は、 地方自治の汚職を取り除き市は再び活気ついた。1874年、合衆国輸出の61%がニューヨーク港から行われ、1884年の輸入の70%が行われている。メキシコ湾や西海岸の港の力が増し1910年には輸出のシェアは47%まで落ちている。 また、ニューヨークの金融市場の貯蓄口は1888年から1908年にかけ250%も増えている。1860年から1907年にかけての不動産価値は170億ドルから670億ドルにまで上昇している。ジャーナリストのジェイコブリースは1890年にハウザーザーハーフライブズを発表を。 移民たちの貧しい暮らしを報道した。後の大統領となるセオドア・ルーズベルトは彼のファンだった。1909年、マインハッタン橋の建橋ちなみにルーズベルトは1886年市長選挙に敗北した後、警察長官を務めて1895年から97年までニューヨーク市刑の改革に努めた。この頃、トーマス・エジソンによる 白熱電球の導入により、世界初の電気照明都市となっている。1855年、ブルックリンは、ウィリアムズバーグとブッシュウィックを併合し、全米3番目の規模となる都市を形成。1870年には、ロングアイランド市が、クイーンズ区と名を変え、1874年には、ブロンクス区が、ニューヨーク市に取り込まれる。1883年、 ブルックリン橋が完成し、マインハッタンとブルックリンの二大都市を結んだ。当時独立した市であったブルックリンは1898年に極高生のニューヨーク市に併合された。1898年、今日の極からなるニューヨーク市が形成された。19世紀後半には高層ビルの建設が始まり固い岩石マンハッタンシストは、 今日のスカイライン形成に非常に有利となった。1895年のバワリー地区1920年9月16日、ウォールストリート爆破事件1898年に国からなるニューヨーク市が形成され、1904年にはすべての区をくまなく結ぶこととなるニューヨーク市地下鉄が開業。移民形態も変化しアフリカ系アメリカ人の大移動が南部より拡大し、 ハーレムルネサンスが起こる。ルネサンスは、禁止法時代最大のムーブメントであった。また、高層ビル建設ラッシュも起こる。ニューヨーク市地下鉄は現在、またが一括管理しているが、当時は、インターボローラピッドトランジット、ブルックリンマンハッタントランジットに分割管理、されていた。インディペンデントサブウェイシステムの始まりにより1904年に、統一され、ごくに人口が、 一気に広がることとなる。1903年のウィリアムズバーグ橋、1909年のマンハッタン橋の完成は、マンハッタンとの交通をより活性化させ、ブルックリンのベッドタウンが発達した。1923年2月1日には、世界最大の鉄道ターミナルとなる、グランドセントラル駅が開業。ペンシルベニア駅は1910年に完成している。 この時代はヨーロッパからの移民のピークであり東ヨーロッパ系から西ヨーロッパ系の移民へとシフトした時代でもある。1904年7月15日にはイーストリバーで蒸気船スローカム号が炎上し1000人以上の人々が亡くなった。この事件はドイツ人街の終末に向かう事件にもなった。ドイツ人コミュニティは 貧しい移民と共にロワー,ーイーストサイドにその人口を増やしていった。1911年3月25日にグリニッジビレッジで起こったトライアングルシートウェイスト工場の火災は工場で働いていたユダヤ人やイタリア人女性約145人の命を奪った。これらの事件はニューヨーク消防局の発展につながったとともに 国際女性副職労働組合の発展に拍車をかけるた。組合は様々な左翼的活動を行い、エマゴールドマンなども一員として参加していた。1905年第二次ボア戦争の後南アフリカの金融再建のためとしてイギリスがニューヨーク証券取引所に多額の借金をすることとなった。これは 世界の金融の中心をロンドンがニューヨークに明け渡した出来事となった。第一次世界大戦中、ニューヨーク市は兵士をヨーロッパに送り出す港の中心となった。ブラックトム大爆発事件によりドイツ系移民のサボタージュが懸念されていた時期でもあった。この頃になると、経済的に安定した移民たちはマインハッタンの外へと出て行き住居を構え始めた。 1920年の国勢調査では、ブルックリンが初めてマインハッタンの人口を抜いている。出身地域ごとに移民の制限を設けた1924年の排日移民法により、ヨーロッパからの移民は突然止まり、その代わり南部よりアフリカ系アメリカ人の大移動が始まり、ハーレムルネサンスの発端を作った。タマニー協会からの知事ジミー・ウォーカーは、 禁止放火の潜りの酒場などで死の財政を豊かにした。1930年エンパイアステートビルの建設。後方は、クライスラービル1920年9月16日、市内の共和党過激派は、JP モルガン・チェース本社前で、ウォールストリート爆破事件を起こし数十人が死に100人以上の、怪我人が出た。ランチタイムに起こったこの爆破は、 多くの一般民衆を狙ったテロとなった。1995年にオクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件が起きるまで、この事件はアメリカ国内最悪の政治テロだった。市はアナーキストと共産主義者を徹底的に非難、パーマーレードの左翼狩り運動を加速させた。爆弾が爆発する数分前、 ブロードウェイとシダーストリートの角のポストに脅迫状が投函された。その脅迫状には、これだけは覚えておけ。俺たちはもうこれ以上待つことはできない。今すぐ政治犯を釈放しろ。さもなくばお前ら全員が死ぬことになる。アメリカンアナーキストファイターと書かれていた。事件から20年が経過した1940年、FBI は事件簿を公開したが、 犯人の名はなかった。ティンパンアレーは、ブロードウェイミュージカルの発展に尽力し、1927年の消防との公開に踏み切った。ニューヨーク市マンハッタンで競うように建てられた、高層建築は人々を魅了した。アールデコを利用したクライスラービルや449メートルの高さを誇るエンパイアステートビルなどの高層建築は1930年。 前後に完成している。1924年大統領選挙でニューヨークは共和党のカルビンクーリジチに投票した。株価の暴落でウォールストリートに集まる群衆1929年、ウォールストリートクラッシュは世界大恐慌の引き金となった。恐慌は失業と飢餓を生み政府の大規模な経済介入を引き起こした。経済の後退は 死境パトリック・ジョセフ・ヘイズと後の大統領で時の衆議院フランクリン・ルーズベルトによる知事ウォーカーに対する批判を生みウォーカーとたまに異教会を締め出した。ウォーカーは1932年の大統領選挙の緊迫の中ヨーロッパに逃げるように去っていった。ルーズベルトが大統領に就任した後もフーバービルと呼ばれるスラム街は市内に点在したがニューディール政策と 公共事業促進局の政策により市は恩恵を受けることとなる。この時期に完成したエンパイアステートビルはビジネスの不況でテナントが見つからないことから続賞でエンプティステートビルと揶揄された。1934年フィオレロ H ラガーディアが市長に当選し80年にわたったたまにい会による姿勢は収束を迎えた。ラガーディアは 最も偉大な市長として記憶され、イタリアとユダヤ人の血を引く、彼は庶民派として様々な人種の人々に愛された。彼の姿勢は、ベテランのロバート・モーゼスと共に支えられ、モーゼスは橋、公園、高速道路、自動車を中心とした近代化を行った。彼の政策は近年論争を呼ぶことにもなる。ニューヨークは、この頃よりアメリカの都市としてよりも、 国際的な都市として発展していき、他のアメリカの都市とは大きく異なっていた。1930年代後半より起こった、ヨーロッパからの難民の流入は、食事、音楽など様々な文化に影響を及ぼした。1939年に行われたニューヨーク、万国博覧会は、 ワシントン大統領就任150周年を記念して開催され科学の推移を尽くしたその博覧会は教皇からの完全な脱出を意味した。しかし第二次世界大戦が始まると国のテーマは明日への国づくりから自由と平和への戦いへとシフトしていった。死は戦争初期より様々な影響を受け貿易戦はドイツの U ボとの脅威に怯え夜になると すべての照明を消して運行し、ブルックリン海軍交渉は再び活性化した。1932年のミッドタウン1945年、タイムズスクエアで対戦の勝利に歓喜する、群衆1965年北、アメリカ大停電の被害地域世界にある多くの大都市が第二次世界大戦によってダメージを受けた中ニューヨークは一切攻撃を受けなかったため、 大都市としての経済力は他の都市の追随を許さぬものとなった。また1947年から52年にかけて国際連合の本部が建設された。パリにとって代わり抽象表現主義を中心とする芸術の都となり、ロンドンにとって代わり商業の中心になった。レビットタウンを発端として郊外移住が盛んになり市の人口は50年代を境に、 減り始める。1948年11月15日、ニューヨーク州商業委員会がニュージャージーからマンハッタンに入るバージに対して課金したことから、港の影響力は衰弱していく。マンハッタンミッドタウンは、戦後の経済加熱によって、空前の建設ラッシュが続きミッドタウンの要望を、しばたたく間に変えた。建築様式もジッグラトから、 インターナショナルスタイルへシフトした。またマンハッタン中東部に位置するイーストビレッジにも大規模な公共住宅が伝統的な家屋にとって変わるなどした。ローワーマンハッタンでは1960年代、デイビッド・ロックフェラー主導のもと、再開発が行われワンチェースマンハッタンプラザが建った。これらの再開発と建築ラッシュは常に何かを破壊してのもと行われた。 古典装飾様式の旧ペンシルベニア駅が破壊されたのを受け、市は伝統的な景観を残すため1965年とし、景観保護法を可決した。グランドセントラル駅も、一時期は破壊計画が立てられたが、なんとか法案に救われた。ロバート・モーゼスの元建設されたフリーウェイは過度の混雑を生み問題となった。1960年、 ロードバックリーの死後ナイトクラブ従業員に所有義務があったニューヨーク市、キャバレーカードのシステムが廃止された。60年代にはタイムズスクエアに政府属店が大量にオープンし、90年代の改革まで残った。1965年改定の移民法では国籍別に移民を規制することを廃止、この頃アジア系アメリカ人のコミュニティが拡大する。 ニューヨークの繁栄に影を落とす出来事も発生した。それはメジャーリーグのドジャースとジャイアンツが1957年のシーズンを最後にカリフォルニア州に本拠地を移してしまったことに始まる。秋の部分は1962年にニューヨークメッツが創立されたことで埋まり、メッツは1964年にシェイスタジアムに本拠地を移すまで最初の2シーズンは 元ジャイアンツのポログラウンズを本拠地とした。1965年11月9日、北、アメリカ大停電の被害に遭い、この時の苦い体験は1968年、Where were you when the lights went out? という題名で映画化もされた。製造業は中断され貿易はニュージャージに依存した。1960年代にかけて起こった黒人の 公民権運動では非暴力を歌うマーティン・ルーサー・キング・ジュニアに対してマルコム・エックスらを中心としてキングを支持しない人々もおり64年から68年にかけて起こったニューヨークでは暴動が発生した黒人の住居、教育、就労などに多少の改善はあったがスラム、ゲットーの生活は根本的な解決は見られなかったレズビアン、ゲイ バイセクシャル、トランスジェンダーと警官の衝突は、ストーンウォールの反乱として知られ、LGBT 権利運動を世界中に広めた。最初の反乱は1969年6月27日、金曜日の夜1時20分頃に起こった。警官が、グリニッジビレッジのゲーバーストーンウォールインに駆けつけ、近代最大の LGBT の逮捕劇となった。 7月下旬芸開放活動団体 GLF がニューヨークで組織される。その年の年末には全米中の町や大学で同団体が見られるようになった。カナダ、フランス、イギリス、ドイツ、ベルギー、オランダ、オーストラリア、ニュージーランドなどでも同じような団体が次々と結成されていった。この時からこの反乱を記念し GLF が5。 零零零人から一万人の人々を引きグリニッジビレッジからセントラルパークまで大行進を行う。現在でも LGBT プライドパレードとして有名である。かつてマンハッタンマ天楼の代表的建築物だった世界貿易センタービル。この約30年後、テロによって破壊されることとなる。1970年代は最悪の治安と社会状態で、 ニューヨークのどん底の時代とされている。1970年3月には、ニューヨークの郵便配達人が賃上げを要求して、違法ストライキを実行、社会を混乱させた。1972年秋に発表された、ポップソングアメリカンシティスイートは、都市圏における、生活環境の悪化を歌っていた。1970年代の不況は、ニューヨークを直撃。 ニューヨーク証券取引所は、気前よく取引を続けていたことから大打撃を受けた。市長エイブラハム・ビーム率いる市の財政は、倒産寸前まで行ったが連邦からの借金でなんとか、免れた。もし、ティーチャーズ・ユニオンが1億5000万ドルを彼らの年金制度から年出しなければビームは次のような書面の発表を用意していた。私は、 ニューヨーク市が借金返済日の今日までに十分な資金が年出できないことを会計士より知らされた。これは債務不履行を続けてきた結果だ。しかし、ユニオン理事のアルバート・シャンカーが1億5000万ドルを年出したことによってビームの書面は発表されることはなかった。ジェラルド・アール・フォード大統領はその2週間後、このことに関して遺憾を表明し、 ニューヨークへの支援を打ち切った。エドコッチ市長1972年417メートルを誇った世界貿易センタービルが完成。デビッド・ロックフェラーによって考案され、ニューヨーク・ニュージャージー公安公社によって建設された。ツインタワーはエンパイアステートビルを抜き、世界一の高さを誇ったが、翌年シカゴのシアーズタワーに抜かれた。 多くの主要な米国の都市と同様に、ニューヨークは以前の10年間には人種暴動、ギャング戦争、そして一部の人口減少に苦しんだ。ブラックパンサー党やヤングローズ党などの街頭活動家やマイノリティグループは家賃のストライキを組織し、貧しい地域への都市サービスの改善を要求した。彼らはまた人民への力を組織し、 人権を獲得するためのガイドとして、無料の診療所や、その他のプログラムを設立した。1970年代までに、この町は犯罪に苦しむ、大都市としての評判を得ていた。1975年、市当局は、フェリックス・ロハティンが率いる、地方自治体支援公社による、連邦ローンと、債務再編を通じてのみ破産を回避した。市はまた、 ニューヨーク州の機関による財政的精査の強化を受け入れることを余儀なくされた。1977年、ニューヨーク市は1977年のニューヨーク市の停電による危機に見舞われました。1977年7月13日の大停電は25時間以上も続き、略奪行為が頻発した。3000人以上が逮捕され刑務所が、 満員になったためザトムズというかつての刑務所を再稼働させることになったが後に批判された。金融危機、治安の悪化、停電によるダメージでニューヨークはもう立ち直れないと思われていた。裕福な白人層は郊外や他の都市に移住し始め、1970年終盤には100万人もの人口流出が起こり、人口は 約20年間、元の数値にまで戻らなかった。1977年に市長になった財政のエキスパートのエドコッチは、市の財政再建を幅広く言った。デイビッド・ディンキンズ市長1980年代は70年代に、比べニューヨークの楽観主義は収まり、ウォールストリートでは不動産価値が急騰し、失業率も一気に下がっていった。産業基盤から、 サービス経済への移行は加速しましたが、大規模な造船及び、法制産業の仕事は急激に減少した。港はコンテナ船に転換され、港湾労働者の間で多くの伝統的な仕事を犠牲にしました。多くの大企業は本社を郊外や遠くの都市に移転した。同時にサービス、特に金融、教育、医療、観光、通信、法律が、 大幅に成長しました。ニューヨークは、米国で最大の都市であり、最大の大都市圏であり続け、最大の金融、商業、情報、文化の中心地として存続した。国政では、共和党の右派で新自由主義者のロナルド・レーガンが、大統領に就任した。ニューヨーク市では、ホームレスが80年代を通して、大きな問題となり、 1986年、市は、ゲイやレズビアンという理由で、雇用や入居を断ることを違法化した。市長こっちは、民主党のデイビッド・ディンキンズに4期目の市長の座を奪われた。ディンキンズは、共和党、ルドルフ・ジュリアーに候補を僅差で破り、初の黒人市長となった。ディンキンズは、結果15年間にわたる。 犯罪数減少の始まりを作ったが依然として人種の摩擦は残り1991年にはクラウンハイツの暴動が起こり経済も衰退していたこの頃の失業率は13.4%で世界恐慌以来の高失業率だったこのようなことに加えスタテンアイランドを主から脱退させるよう試みるなどしたため彼の支持率は急激に落ちていった 1993年2月26日、世界貿易センタービルのタワー1の地下で、トラックが爆発、世界貿易センター爆破事件が起こる。6人が死亡、数千人が負傷した。ルドルフ・ジュリアーニ市長1990年代、中盤から後半にかけては、株式市場の好調も相まって、犯罪数は急激に減少したが、 失業率は依然として高いまま問題となった。新しく市長になったルドルフ・ジュリアーニは最悪の場所とされたタイムズスクエアなどを再活性させると共に住みやすい市を作るため犯罪の撲滅に尽力した。世界経済が劇的に変わった1990年代、ニューヨークはその発達した交通機関とコミュニケーションインフラ、 そしてその巨大な人口で再生の兆しを見せる。この10年間でニューヨークのイメージは荒廃した過去の街から卓越した国際都市へと変貌を遂げた。同じ時期、ロサンゼルスやデトロイトなど他の大都市でも犯罪率は減少に転じたが、ジュリアーニ政権下のニューヨークの犯罪減少率は他とは比べ物にならないほど急激だった。 犯罪数が年々減る一方で、特定の人種、民族と警察の間に摩擦が起こり、自由を怠った政治を行った事実も否定はできない。アイスホッケーチーム、ニューヨークレンジャースは1994年に1940年ぶりに、スタンレイカップを手に入れ、ニューヨークヤンキースは、上通り監督の元土涛の快進撃を続け1996年、98年、 99年、2000年とワールドシリーズで優勝している。バスケットボールのニューヨークニックスも94年と99年に最終決勝まで勝ち残っている。2001年9月11日2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の世界貿易センターのテロが発生。燃料を大量に積載した国内線の飛行機2機が 世界貿易センターに9月11日の朝、体当たりし、ビル内で炎上。このテロ攻撃でビルは2頭とも崩壊。ビルで働くビジネスマンや救助に駆けつけた、警察官や消防士など、約2900人が犠牲となった。このテロにより、ビジネス拠点を、ローワーマンハッタンから移転させる企業が、相次ぎ、ミッドタウンや、ジャージーシティ、ブルックリン、 もしくは他の都市へと移った。また貿易センターの送信設備が崩壊してしまった。ためテレビ及びラジオ中継が一旦途絶えたがすぐに、大体の電波送信や、ケーブルなどにより復旧した。テロ以降、市長ジュリアーニは、市内の警備を最高レベルにまで高めた。ビルが崩壊後の2ヶ月間は分厚い煙が消えることは、なかった。 マイケル・ブルームバーグ市長2001年11月12日、アメリカン航空587便墜落事故が起こる。飛行機はクイーンズのベルハーバーに墜落。260人の乗客と地上にいた5人の犠牲者を出した。最初は新たなテロと懸念されたが、すぐにパイロットのミスによるものであることが分かった。2003年2月27日、 ロワー,ーマンハッタン開発会社は世界貿易センター跡地の開発計画について世界中からデザインの応募を募った。デザインは著名な建築家であるダニエル・リベスキンドによって進められ541メートルのフリーダムタワーの建設が2006年から10年にかけて行われる。設計者たちはこの事件を後世にも残すため2棟が立っていた場所は メモリアルサイトとして残す予定である。2003年8月14日16時11分、ニューヨークは北アメリカ大停電に見舞われる。1日中電力は回復しなかったが1977年の時とは違い大きな強盗事件は起こらなかった。2007年7月18日のスチームパイプ爆発事件では一時外に避難勧告が出て騒然となった。 2009年12月28日、ニューヨーク市警は、同年の殺人事件数が統計を取り始めた1963年以降、最低値であることが発表された。2009年の殺人数は461件で2008年の516件に、比べ50件以上もダウンした。また FBI は、ニューヨーク市を全米で最も安全な都市の一つになったことを認めている。 2012年10月には強い台風 3D が通過したことによりニューヨーク証券取引所が2日間取引を停止した他浸水により地下鉄が全面的に停止するなど大きな被害を受けたこれから10年後ニューヨーク市は新たな都市改革を行うため大規模な公共民間建築事業に踏み切るまた 住宅の建設ラッシュは1年間に2万5000棟の新たな住居を生む。2012年のオリンピックはロンドンに決定したがニューヨークは最終候補になっており、オリンピック誘致のキャンペーンは古くなったシェイスタジアムを取り壊し、シティスタジアムの建設に結びついた。史上初の郵便ストーオール街では、飛脚便、朝日新聞1970年3月20日、 ゆるか刊3班11面ハリケーン死者50人 NY 地下鉄復旧に数週間も東京新聞2012年10月31日ありがとうございます